はい、おはようございます。おはようございます。ガランザです。どうぞよろしくお願いします。今日は、死と永遠の命について考えることになっています。目次みたいですけれども、これについて話します。こういうふうに話を運びます。まず人間は死ぬ、そして死の後には何かがありますか。 ABC という3つの意見があります。1つの意は、神を信じない人は永遠の命をも信じない。 B というのは、神を信じるけども永遠の命を信じない人もいます。で、 C というのは、神を信じるので永遠の命も信じるという人。それは主にイエス・キリスト。イエス・キリストが教えること、永遠の命について、それを考えてみて、それから死ぬとき、そして死んでから自分には何かが残りますかというふうにご一緒に考えてみたいと思います。では始めますが、人間は死ぬんですね。この間、肺の水曜日でしたけれども、その時には言われるんですね。あなたは塵であり、塵に帰っていくのです。塵、もうアダムは塵から死ぬのですと言われますね。というのは、始まるものが終わるということになっています。大切な人が離れますと非常に悲しいですね。しかも大切な人の大切さは不在で感じられますね。いる時にはそれほど考えませんけれども、いない、いなくなる時にはその声はもう聞こえなくなると分かりますと、限りなく悲しい。スペインの民謡はありますが、友達が離れるとき、心の中に何かが壊れる、何かが死ぬということですね。その方に向かって、もう一度来てください。来てくださいと頼むけども、来ませんね。来ないのです。極めて悲しい。ところが、死の後には死んでから何かがありますか。それについていろいろな意見があります。まず、神を信じない人は永遠の命を信じない、この人が多いですね。で、ちょっと激しい代表を出しますと、サルトル、ジャン・ポール・サルトル、彼は人生が終わる、そして人生は無駄な受難だと。パッション、パッションですね。パッション・イヌティール、無駄な受難。パッションというのは、パッションという言葉には2つの意味があります。1つは、彼がこの意味で使うらしいと思いますけれども、受難ですね。キリストの受難、苦しみ。キリストの受難はクリスチャンたちにとっては意味がありました、救いになりましたけれども、キリストを信じない人にとってはその受難は無駄です。そして他の意味の、パッションの他の意味は情熱ですね、熱意。サルトルにとっては無駄な情熱、無駄な苦しみですね。似たような彼の友達で、一時友達であったアルベル・カミューも一人のフランス人の思想家ですけれども、彼はやっぱり不条理ですね。人生は不条理ですけれども、不条理の中には意味があります。これはシシポスの神話という有名な本に書いたことですけれども、シシポスというような天罰を受けたんですね。岩を押し上げて、苦しみながら押し上げて、そして頂上まで行ったら、岩は自然に転げ落ちる。それは何回もやって彼がわかる
永久にこのことを、この無駄なことをしなければならないんです。ところが彼がこう言うんです。その中には意味があります。すなわち頂上をめがける闘争、ただそれだけで人間の心は十分満たされるのですというんですね。ですから不条理を真正面に見つめて闘争すれば、そこには意味がありますというんですね。でもこの極端な例を別にして、普通の人は、私たちの周りの人たちは、ただ神と永遠性を信じないけれども、いい人が多いですね。その人はどう考えるかというと、まあ死はこんなもんだというですね。こんなもんですよ、人間って。ですから桜の花も儚いですけれども、綺麗じゃないんですか。ですから桜のように綺麗に生きていれば、死んでもいいですよ。あとは何もないことにしても。これを、この考え方を描くのは、黒澤明監督の生きるという映画だと思います。ご存知ですね、昔の白黒の映画で、ある、渡辺さんというおじさんが、まあ、区役所の課長で、そして胃がんにかかって、あと6ヶ月しか命がないと分かって、で生きるとは何かと考え始めますね。でそれを生きがいを感じるためにいろんなことをやってみるけれども、全部失敗です。やっぱり虚しい、何もない。そこである女性に言われて、子どもたちのために公園を作ってみれば、何か作ってみればと言われるので、彼は、ああそうだ、貧しい子どもたちのために公園を作ろうじゃないか、そうだ、でそれでも、もう遅い、もう時間がない、でもやる気があれば不可能なことはないと言って、有名な言葉ですね、やる気があれば不可能なことはないと言って作り始めますね。みんなに反対されて、暴力団にも殴られて、とにかくあらゆる困難にも打ち勝って、小さな公園を作って、でその公園に夜から一人で、出来たての公園に入って、白いブランコに座って命短しと歌いながら死ぬんですね。この人ですね、生きるとは何かというと、困っている人のために何かを、いいことをする、これは十分意味があります。ですから無駄な情熱ではなくて有意義です。短いけれども意味のあることです。この考え方もありますね。では2番目のグループは、神を信じても永遠の命を信じない人がいます。それはなんと旧約聖書のほとんどですね。旧約聖書には復活はあんまり出ていませんね。主に一番最初の5つの書物には出てないんです。だからサドカイ派の人々は、復活を信じなかった。なぜかというと、その5つの書物には出てないから、復活は。で、彼らにとっては本当の神の言葉はこれだけです。で、そこにないので信じないと。実はイエス・キリストは彼らといつか討論して、いや、そこにも入っていますよ。深く旧約聖書、深く出エジプトを漏れば、芝の場面ですね、あの箇所は、深く見れば復活が出ています。とにかく彼らが信じない。で、詩篇も、やっぱり永遠の命は出てない。マカバ、少しずつ信じるようになるので、マカバイ書の時には明らかに信じるんです。後で新約聖書やイエス・クリストはもちろん全面的にそれを信じますけれども、次第に主に外国の影響を受けてユダヤ教が、聖書が豊かになってきましたね。この時世、ちなみに言いますけれども、日本もそうすべきですね。日本がやっぱり外国からキリスト教をいただいて、
もそのまんまいただいて、そのまんま信じて、そのまんま生きる、それだけではなくて、日本の味、日本のお茶漬けの味をつけて、外面的なことではなくて、例えばマリア様に着物を着せるときはそれはいいですけども、もっと深い意味で信仰を受け入れるだけではなくて、キリスト教に与えることがいっぱいありますので、やっぱり日本の影響によってキリスト教は豊かになるはずです。自然に対する考え方、いろんな日本の宗教と哲学に素晴らしいことがいっぱいありますので、それをいただくだけではなくて与えることにしましょう。まあ、これをちなみに言ったことですけれども、とにかく、神を信じても永遠の命を信じない人がいます。で、 C3 番目のグループは、神を信じるので永遠の命を信じるんです。これは宗教は大体宗教はそうですけども、全ての宗教、そのどういうふうに復活するかとか、それはさまざまな説明がありますけれども、生きるということは大共通点だと思います。なぜかというと、まあ、少なくともイエス・キリストと私たちの考えでは、なぜ永遠の命があるかと言いますと、神が存在していれば、永遠の神が存在していれば、そして神が人間を愛してくださるんだったら、人間は死んでも、肉体的に死んでも永遠の命で生きるはずです、何らかの形で。なぜかというと、それはガブリエル・マクセルの言葉は役立つと思います。ガブリエル・マクセルが、彼もフランス人で実存哲学者でカトリックですが、日本には何回も来られましたけれども彼が言うんです。愛するということは死なないでくれと望むことであるというんですね。愛するということは死なないでくれ、やっぱり犬を愛する人はとにかく死なないでくれ、人を愛する人はとにかく病気でもいいけれどもそばにいてください、死なないでください、死んでもいいと思えば愛してないということです。では神様が私たちを愛してくださると何回もおっしゃるんですね。それこ聖書、旧約聖書と新約聖書を読めばそれこそ明らかになっています。神様が私たちを作りっぱなしなのではなくて、本当に愛してくださる、導いてくださる、それは盛んにどこにも出ています。ですから神様が私たちを愛してても、で私たちが肉体的に死んで、あとは無、全部なくなったならば、神様が私たちを愛してくださらないことになります。彼だけ生き残って私たちがいなくてもいいということは、結局私たちを死んでもいいと思っている、つまり愛してくださらないことです。ところが神様は愛してますとおっしゃってるし、神様が忠実な方で、言えば絶対に守ることですので、私たちは何らかの形で死んでも生きるはずですというか、根本的な考え方だと思います。ではイエス・キリストは何と言いましょうか、何とおっしゃるんですか、何を教えるんですか。私たちの宗教はキリスト教の神が教えてくださることを信じるのです。私たちが哲学的に考え出して整理して作ることを信じるのではなくて、神様が教えてくださることを信じるのです。例えば、幼子イエス様の福音は主にマタイの1と2、ルカ1と2には頻繁に出てくることですけれども、例えばクリスマスの時には、御子が、つまり救い主がお生まれになったということは誰が報告するんですか。天使ですね。天から教えてくださる、決してベスレヘムの村長が発表するということではなくて、天使たちが言う。そしてマリア様はヨセフの力で子供を産んだのではなくて、神からいただく。
で、キリストの知恵も救いもキリスト自身も全部神からいただいています。私たちが神勝手に作る信仰ではないんです。これは非常にはっきりしていますね。だから逆に言えば、だから分かりにくい。もしも私たちの信仰が信仰を人間が作ったならば、もっと分かりやすいことを作ったでしょう。三位一体など、そんなことは、ご聖体など、そんな難しいことを作る、もうちょっと分かりやすいことや。でも、キリストがそう教えてくださったので、それを信じるわけです。では、キリストが何を教えてくださったんですか。まず、福音そのものはそのこと。福音ということは、一言で言えば何でしょうか。それは、ある神学者が言ったことですけども、キリストが教えたかった喜ばしいたより福音は結局これです。みんな兄弟姉妹である、御父が待っておられるということです。言いたかったのはこれです。みんな兄弟姉妹である、ですから仲良く生きることにしましょう。そして御父がお父さんですね、待っておられる、愛してくださるからいつも待っておられます。そして私たちが死んだら神様が待っておられます。これは福音の根本。人間が死んでも生きるとイエス・キリストが何回も言いますね。例えばヨハネ11章の25節ですが、それはマルタとラサロが死んで、イエス・キリストが後から来て、でマルタと話してるんですね。私は命である、復活である、死んでも、人間が死んでも生きる、何回も。でちなみに、またところで、この時にはそれはマルタに言うんですね。私は命であり復活である、私を信じる人は死んでも生きる、死なない。この言葉を信じますかとイエス・キリストが、信じるかと。でマルタは答えるには、はい主よ、あなたの言葉は正直言ってよく分かりません、でもあなたを信じています、あなたを信じています。これは信仰ですね。キリストが教えてくださったことを全部分かるということは言えません。分からないことは多いです。でもキリストを信じる、だから分からなくてもいい、いつか分かる、これは思い込みではなくて、キリストを信じる、よく見てるので、よくしてるのでということですね。ではイエス・キリストは何を教えてくださったんです。死ぬだけではなく永遠の命で生きる、つまり死んでからこのことが言えるんです。この方は亡くなった、この方は今こそ幸せ、そしてまた会えるのです。今こそ幸せで、また会えるのです。この言葉はやっぱり悲しい、人が死ぬと悲しいけども、悲しみの中ではなんか落ち着きと光を感じさせてくださるんですね。ところがどういうふうに幸せなのか、どういうふうにまた会えるでしょうか。これについてイエス様はあんまりほとんどおっしゃらない。何を教えてくださったかというと、これです。死んでから全く異なった状況では、全く違った様子では、まさしく同じ人間は生きるということです。全然違った状況で、全然異なった様子で、まさしく同じ人間は生きる。イエス・キリストと同じように思い出しましょう。イエス・キリストが復活してから何回も弟子たちに現れましたね。二つのことを思い出しましょう。まずエマオの二人に、これはルカの24章の13節からですけれども、この二人はイエス・キリストと会うんで、キリストは
中に入って二人の間に、そして長い旅で聖書について話しています。ところが彼らが全然わからない、同じキリストだとはわからない、つまり全然違う様子です。ところがパウロさんが来た時に認めた、まさしく同じキリストだと。この復活全然違う様子で、まさしく同じ人間だ。もう一つの場合は、これはヨハネの20の マグダラのマリアに会う時のことです。マリアはこの人を、あのイエス・キリストを非常に愛してました、よくしてました。ところが泣いていて、私のキリストの遺体は持っていかれ、あの墓のそばですね、持っていかれました。でイエス・キリストがそばに来て、夫人よなぜ泣くのと。で彼女は、彼が遠征だと思ったんです。隣にいるのに全然違う様子で、だから遠征だと思って、持ってきて、私はどこにいる。いや、それはマリアと彼が言うの時には、そのマリアと聞いて彼女が分かった、まさしく同じ人間だと。この意味ですね。全然違う状態、私たちもそうです。全然違う状態で、まさしく同じ人間が生きる。神になるという表現をイエス様が言わない。実際どうなっているのか誰も分からない。神になる、あるいは自然になるということではない。神を見る、神に抱きしめられるという意味ですね。他の表現で言えば、キリストのこの比喩を使います。永遠の命は宴です、宴会です。みんなが親である神様と一緒に、家族で、兄弟姉妹であって、友達であって、分かち合って、楽しく愛し合って、理解し合って、楽しくご飯を一緒に食べる。これは永遠の命の比喩ですと、イエス・キリストが使ったき、つまり永遠の命は、この宴会の宴のことを分析してみれば、神と愛し合って、神と仲良く生きる、人間と愛し合って、人間と仲良く生きる、自然と愛し合って、自然と仲良く生きるということは永遠の命です。ところがこの永遠の命は、空間と時間を超えるはずです。空間と時間、精神的なことですね。そうすると、空間を超えると残るのはここ、時間を超えると残るのは今。したがって無限のここに永遠の今を幸せに生きるということになります。無限のここに永遠の今を生きる、こういうことでしょうけども、想像しようと思ったら頭がおかしくなります。わかりませんけども、まあこのようなことですね。ですからディスタンス、私たち今マスクなどでディスタンスあります。ディスタンスを超える、肉体を超える愛ですね。ところがそういうことだったら、かなり退屈そうですねと、天国とね、永遠に、いや、そうじゃなくて、ネメシギ神父様が作った比喩です。その永遠には人間が、速いスピードで全速力で動いている扇風機のようなものですね。扇風機はすごい速く動いてると止まってると見えるんです。ように見えるけれども、でもスピードの上で止まっているように見える。ですから私たち、もう休んで、死んでお休みになってください。休んでるけども休んでない。幸せに生きている。無限のここに永遠の今を幸せに生きています。
ではもう一つイエス様に聞きましょう。誰が救われるんですか。誰が救われる、みんなですか、うん、イエス様が言う言葉です。ルカ20章35節、死者の中から復活するのにふさわしいとされる人々は復活する。死者の中から復活するのにふさわしいとされた人は復活する。というのはふさわしくない人がいるかもしれない、その人は復活しないということみたいですね。で、誰がふさわしいか誰がふさわしくないかと、それは審判ですね。で、審判は何ですか。それはマタイ25章の31節ですね。覚えている、私が覚えていた時に食べさせてくれ、飲ませてくれ、見舞いに来てる、それは審判ですね。それは基準、その基準はあなたを必要としている人に対してはあなたは何をしてましたか。それは基準、あなたの人生を、人生の価値を定める基準ですから、入学試験には試験があります、試験問題がありますね。この天国の入学試験には試験問題は1問だけです。これだけです。あなたを必要としている人に対してはあなたは何をしてきたんですかと、それだけを知りたい。だいたい先生が試験の時には、問題を選ぶ時にはなるべくバレるようにする、つまりこの問題に対して正しく正解、答える人は全部分かってもいいと思ってもいい、ところがこれには答えられない人は何にも分かってないと分かってもいい、そのような問題を狙うんですけども、キリストは見事に選んだんですね。これだけ聞いて、これだけ聞きたいんです。それで全部バレます。ですからたった一問です。しかもその一問がもう発表してます。人生の評判の基準を決めるための、評価をする基準になります。だからイエス様はこの言葉を言いましたね。ヨハネの12章44節です。私は世を裁くために来たのではないんです、世を救うために来た。私の言葉が終わりの日に人を裁くんです。私の言葉が裁く、私を裁かない。だからその最後の審判の時に書いてあるんですね。ヤギは左で羊は右、なんかそれを見ると神様が分ける、君はダメ、君はそうじゃなくて、裁くのは言葉ですよ。あなたは、あなたを必要としている人はできるだけのことしたんですか。あなたは右、自分の生き方は席を選ぶわけです。裁くのはキリストの言葉です。はい、ところがイエス・キリストの教えに人間が自分の正義感を合わせて考えたんです。というのは私たちには正義感がありますね。例えばマタ・テレサのような人と、あるいは人を、拷問して喜んで軽蔑的な人を拷問する人、その二人は死んでから同じところにいるということは、私たちの正義感は認めないことです。それは不公平ですよ。ですから何か罰があるはずですよ。他方では地獄などあれば、救われたお母さんは自分の子供が救われなかったならば、そのお母さんは永久に不幸でしょう、天国にいても。だから私たちの正義感には矛盾があります。どう見ても、イエス・キリストは確かに地獄について何回も話しますけれども、それは文字通りに解釈する人は極めて少ないんです。現代じゃそれは非という人は、あくまでも大げさと比喩に
過ぎないのですけれども、どういう明らかに言えるのがこれです。場所ではない、地獄があるとしたら場所ではないんですね。ですから多分この説が地獄というのは復活しないということです。そのまんまなくなると分かりません。でも確かに何かある。で、煉獄のことはやっぱり人間が考え出したことです。聖書には書いてない。確かに人間が天国に入る前に清めらなければならないんですね。ところがどういうふうにどこで清めるかというと、煉獄でしばらくの間です。その文字通りはそうではないでしょう。でも何らかの形で清める、どういうふうにいつかよく分かりません。ですからこのまんま煉獄の霊魂のために祈ってももちろんいいことですけども、どういうふうになっているのかよく分からないけども祈り続けてもいいことだと思います。ですから死んでからあれがあるが、まずこれをした今を生きることにしましょう。で、死んでから神に任せる、委ねます。今を永遠の命で今を生きる、神と仲良く生きる、人間と自然と愛し合って仲良く生きる、そしてあとは全て神に委ねます。ところが委ねる時にはイエス・キリストのようにしましょう。イエス・キリストは最後の言葉で、自分の人生は全部そうだったんですけれども、主よ、私の霊をあなたに委ねますとおっしゃったんですけれども、その直前には成し遂げられたとおっしゃったんですね。成し遂げられた、それから委ねます。つまり私たちが委ねる時には何もしないで神様に委ねるのではなくて、すべきことをしてあとは全部神に委ねます。こういうふうに生きればいい。はい。で、続けて言いますけれども、死んでから何が残るか、死ぬ時には何が残るんですか、死んでからは何が残るんですか、はあ、そうですね、メキシコのアマド・ネルボという詩人がいますけれども、この言葉を書いた。人生は過ぎ去る、雲のように影のように船のように過ぎ去る。つまり雲は空には何も残さないんですね。影は地面には何も残さない。船は儚い功績を残しますね。では私たちは船のように過ぎ去るのです。で、どういう功績ですか。それは愛の行いが感じさせた喜び。愛の行いが感じさせた喜び、つまりよく言われることですけども、死の時に残るのは愛です。でも愛というのは自分のことですね。愛する、むしろ自分の愛の行いが残させた喜び、人に残させ、深い意味の喜び、心が望む喜び、心を満たす喜び、イエス・キリストが与える喜び、その深い意味の喜びを感じさせる行いは残ります。先ほどの生きると映画に戻りますが、この主人公が、公園に入って、出来たての公園に入って、そこで命短しと歌って死ぬ、喜んで死ぬ。なぜ喜んでましたか。
もちろん生きがいを感じて自分も生きててよかったと思いますね。そして生きるとは何かということが分かりました。そしてあらゆる困難に打ち勝ってこれを作りました。それで嬉しくなったでしょうと。でもそれよりも彼の最終的な喜びはこの公園で楽しく遊んでいる子どもたちの笑い声、この笑い声は功績、この笑い声が残る。自分が作ったことよりも子どもたちが、ですからいつか言ったように純粋な愛が求めるのは私が人を助けることよりも人が助かるということです。ですからこの主人公が私は公園を作ったということよりも子どもたちが笑って喜ぶということです。ところがそれは儚いですね。船が残すすぐなくなる。私たちの功績は、どこに残るでしょうか。それはイザヤ預言者の45章の15節ですね。たとえお母さんが自分の小さい子供を忘れたとしても私はあなたを忘れない、決して忘れない。私はあなたを私の手のひらに刻みつける。手のひらに刻みつける。ただボールペンでお名前を、あなたの名前を書くんじゃなくて刻みつける。そこに私たちの功績が残ります。それは功績、神の手に、神の心に残りますと私たちは信じます。ですからよくわからないけれども今永遠の命で生きていて、で死んでから永遠の命で生きると期待して喜んで元気よく生きることにしましょう。さてこれで入門講座は終わります。今日で終わりです。お疲れ様でした洗礼を受けるためにはまたカトリックのカテキスモとかあるいは講座に行かなければならないけれども、大体背景は十分できていると思います。またよく聞かれることですけども、洗礼を受けると洗礼を受けないと何が違うんですか。洗礼を受けた人と洗礼を受けない人と何が違うんです。昔は偉い違いだったね。フランシスコ・ザビエルの時には洗礼を受けないと天国に入れないので、今はそう思わないんですね。聖書が変わったということではなくて聖書の理解が変わったんです。キリストを信じて、ですからその必要性はないんですけれども、何が違うんですか。私が考えた例ですけども、例えばテニス今トーナメントやってますね、今日大阪さんが勝つかな、まだ決勝戦今やってますね、今オーストラリアで。とにかく洗礼を受けた人はいいラケットを持っています。他の人よりいいラケットを持っています。いいコーチがいます。そして自分の環境、家族はお父さんとお母さん、みんなテニスが詳しくてうまい、その環境で育てられたのですごいプラスがあるけれども、そうかといっても試合の時には自分のやり方は全てですよ。ですから生き方は違う。洗礼を受けているか受けてないのか、それは生き方伴っていれば意味があります。キリストの弟子になっていれば。ですからキリストの洗礼を受けるということだけでは、まあ、それほどあまり意味がないかも。キリストの弟子になって、つまりキリストのようにキリストと共に生きて良い意味でいい人である、これは相当違います。そういうふうに生きていれば。このためにこの講座は少しでも役に立ったならば幸いと思います。役に立たなかったかもしれません。このちょっと終わりにこの笑い話を聞いたんですけども、ある人はある飛行機は雲の中で何か工事があって、結局パラシュートで飛び降りてで
着陸すると野原にいてある森みたい、どこにいるだろう、ここはどこの国か、どこの町が近いか、何にもわからない。でもたまたま人がある男性が散歩してたので、あ、すいません、恐れ入りますが、私は今どこにいますか。で、彼は地理的に言えば東経139度、北緯35度。だから、はあ、ありがとうございます、神父様。どういたしまして。どうして私は神父だと分かってるんです。礼服を着てないし、いや、お言葉で分かりました。お言葉は誠に真実で、極めて正確ですが、何の役にも立たないからそれで分かったというんですね。では私たちのこの入門講座はすごい正しくてすごく真実ですけども何の役にも立たないとならないようにしていただければいいと思います。どうぞお疲れ様でした。ありがとうございました。また会いましょう。どこかで会えるかもしれません。会わなければどこかに元気でいてくださればそれでいいと思います。ありがとうございます。皆さんこんにちは、イグナチオ教会の主任神父の、花房です。この1年間ですね、この入門講座を聞いていただいて本当にありがとうございます。このコロナの中、この教会になかなか来れないということで、やむなくですけれども、今年はこの入門講座をオンラインでやることに、急遽してですね、そしてこの1年間、毎週ですね講座を行ってきました。この、驚くほど多くの方々にですね視聴していただいて、それ本当に私どもこのスタッフの側も非常にやりがいがあったというか非常に嬉しかったです。この1年間の講義を通してこのキリスト教に対してのこの理解というものが皆さんにある程度深まったんではないかというふうに思っています。この信者の方でこの講座を聞かれたたくさんの方もおられると思いますが、このやはりこの知識としてキリスト教のことをちゃんと理解することも大切だったと思います。でこの理解したことを、来年度はですねやはりこう祈りを深めたりこの愛の実践、つまりキリスト教のこの信仰を生きていくということですよね。それをやはりもっと意識して実践してくださったらいいと思います。この知識を単なる知識に終わらすことなく、やはりそれをこう実生活で生きていく、信仰を生きていくということ、それをですね心がけてくださったらいいというふうに思います。そして洗礼を受けてない方々でこの講座を聞かれた方もたくさんおられると思いますが、その方々はぜひともですねこの4月からは教会のどこの、地方かちょっと皆さんわからないですけども、東京の方だったらこのイグナチオ教会のですね入門講座になるべく足を運んでくださったらいいのではないかと思います。このコロナの感染状況によって、もちろんわからないんですけども、4月からは、なるべく対面の形で入門講座を開いていきたいというふうに思っていますから、ただ単にこの画面を通して学ぶだけじゃなしに実際に教会に足を運んでもらって講師の話を聞いたり、あるいはこの受講生の方々とこの交わりを持つっていうんですかね、そういう中で、あるいはこのお御堂でミサに預かったり、そういう中で、このキリスト教の信仰というものも身についてくると思いますから、ただ単にこの、このオンラインで見るだけで満足せずに、ぜひともその教会にできればですね、足を、運んでもらったらいいかなと思います。どうも1年間本当にありがとうございました。またですね何か機会があったら、こういうものに参加してくださったらいいと思います。どうも皆さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。